松田恵里は福岡県を拠点に活動するフリーアナウンサー。KBC 九州朝日放送の元アナウンサー。基礎情報も参照。西南学院高等学校を経て青山学院大学卒業後2006年 KBC に入社。KBC では正社員女子アナウンサーの入社10年未満で離職、東京行きが相次いだこと。 テレビデジタル化に伴う経費が経営上の問題となっていたことから、案の中核局としては珍しく、この年採用のアナウンサーから原則として、最長3年の契約職扱いに切り替え、後腐れが生じないようにした。松田は、その適用第一号であり、大学時代テレビ朝日アスクに通っていたことから、同社が契約期間の人権費等を肩代わりし派遣する形での雇用となった。 後輩もほぼすべてこの形式を踏襲している。入社3週間後に、同局の大型キャンペーン、水と緑のキャンペーンのメインパーソナリティに任命され、2006年8月5日に放送された特別番組、水と緑の物語では、近藤哲太郎と MC を務めた。また後に結婚、妊娠で退社し、KBC メディアに再就職して、現場復帰した先輩。 浜田忍から地上デジタル放送推進大使職を引き継ぎ、同年の放送開始 PR などに当たった。契約期間満了まで半年を切った2008年10月15日、福岡ソフトバンクホークス選手の松田信弘と結婚することを発表し、10月24日付で KBC を退社。12月20日、福岡市内のホテルにて結婚式を取り行った。 結婚翌年の2009年4月1日から KBC のライバル局であるテレビ西日本でリポーターとして活動を再開した。しかし2010年に妊娠がわかったことで怪我続きの状態にあった夫と自身ともどもの体調管理を優先するため活動を休止。夫の奮起などもありホークスが7年ぶりに リーグ優勝を決めてから日も浅い10月7日夜に福岡市内の病院で男児を出産した。ありがとうございます。